松田スタジアム全国高等学校野球選手権広島大会は広島県で開催されている全国高等学校野球選手権大会の地方大会なお独立した前年の1958年が記念大会であり各都道府県から代表校を選出したため事実上1958年から広島県の代表校が1校選出されている 球場名に命名権や愛称がついている場合は、正式名称と併記する。開会式と準々決勝以降の試合を除き、組み合わせ決定後に、地理的な要因を考慮して試合会場を割り振る、形をとっている。松田スタジアムは、全面天然芝で、芝生の保護、管理が必要であることから、同球場の指定管理者である、広島東洋カープ球団は、使用日数に制限を設けている。 開会式と直後の開幕2試合、並びに決勝戦と閉会式の3試合のみの仕様となった。旧広島市民球場のように多くの試合を開催できず、会場不足が懸念されたが、当初予定されていた2008年度末の解体が延期されたため、2009年は20試合近くが、旧市民球場で開催でき、会場不足は解消された。開会式と直後の開幕2試合、 並びに準決勝、決勝と閉会式の5試合のみの仕様となった。加えて、旧広島市民球場が2009年度末をもって完全閉鎖、解体されることから、広島市内での開催が事実上、コカ・コーラウエスト野球場だけとなり、大会運営に支障をきたすとして、松田スタジアムでの試合数増加を検討するよう、広島市、カープ球団に求めた。なお、この年も解体。 閉鎖が延期されたことを受けて、2010年5月1日から7月31日までの予定で旧市民球場の使用再開を決めた。このため、2010年度の本大会開催へ向けて調整を進める方針となった。開会式と1回戦並びに準決勝、決勝と閉会式の7試合のみの使用となった。この大会から旧広島市民球場が使用できなくなったが、 当球場での開催試合は微増に止まったため、県内各地の他球場での開催試合を増やすことで対応した。コカ・コーラウエスト野球場に代わり、初めて準々決勝2試合でも使用された。その他は、開会式と1回戦並びに準決勝、決勝と閉会式で使用。現時点で唯一、3回戦と4回戦でも使用されている大会であるものの、 広島東洋カープの試合日程との兼ね合いから、初めて準決勝、決勝と閉会式が、島並球場での開催となった。開会式と直後の開幕戦1試合のみに、縮小され、準決勝、決勝と閉会式は、島並球場で開催。開会式と直後の開幕戦1試合、並びに決勝と閉会式の2試合のみの使用となる、開催なし。組み合わせ抽選の時点では、 開会式と直後の開幕戦及び決勝と閉会式で使用する予定であったが、平成30年7月豪雨による災害の影響で大幅な日程変更となり、広島東洋カープの試合日程との兼ね合いもあって、松田スタジアム会場以来初の開催なしとなる。なお、開会式は規模を縮小して3次金再スタジアムで開催し、直後の第1試合が事実上の開幕戦となった。 準決勝、決勝と閉会式は、島並球場で開催、松田スタジアム開催試合数、ありがとうございます。